まずはじめに、資税等徴収金の収納状況と収納対策についてでありますが、平成29年度の決算状況につきましては、納税催告センターの活用や、臨行訪問の強化など、さまざまな収納対策に取り組み、収納額は1370億円よと、前年比で5億3000万円よの増収となり、 収納額は過去最高ととななる決算となりましたまた2ページになりますが、平成30年度9月末の収納状況につきましては、遠隔地、自治調査の拡充や、各徴収金の特性を踏まえたさまざまな対策を実施した結果、14項目の徴収金の収納率のうち、7項目の徴収金が前年同期と比べ、上回る状況となりました。今後とも 収納対策の重点化を図るため、上半期に実施した取り組みのさらなる強化や、長期高額滞納者、納付資力があるのに納めない納付者、滞納者に対する徹底した財産調査、滞納処分、法的措置の実施に取り組むとともに、新たに9月より全国に先駆けて創設いたしました。し 市,市税納付推進協力事業所制度の確実な推進など、全力を挙げて収納額、収納率の向上に努めてまいります。次に、宇都宮市健康づくり事業者表彰についてでありますが、 本制度は従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいる市内事業者を表彰し、その取り組み内容を広く周知することで、働く世代の健康増進を行う健康経営の契機にするなど、 社会全体の健康づくりの意識醸成を図ることを目的としており、県内初の制度でございます。今回の選考では、建設業や卸売業など31社が表彰事業者となったところでございます。表彰式は11月28日午前10時から、宇都宮市公衆衛生事業厚労 市長表彰と同時開催し、終了後、働く世代を対象とした健康づくりに関する講演会を開催いたします。今後は市の広報紙やホームページ、宇都宮市、地域・域職域連携推進協議会が主催する講演会などで、事業者の取り組み内容を周知し、働く世代の健康づくりを推進してまいります。次に 市政研究センター15周年記念事業第6回自治体シンクタンク研究交流会議の開催についてでありますが、平成16年4月に発足しました市政研究センターは、今年度15周年を迎えますことから、節目の記念事業といたしまして、11月16日、17日の2日間、自治体シンクタンク研究交流会議を宇都宮市民プラザ多目的ホールにおきまして開催するものであります。 全国に50ほどあります自治体シンクタンクの関係者が本誌に集い、自治体シンクタンクの果たすべき役割を全体テーマとして、基調講演,や講演やパネルディスカッションなどを実施いたします。この自治体シンクタンク研究交流会議により、各都市が抱える課題に対しての議論や、職員の交流などが深まり、全国からご参加いただく自治体シンクタンク関係者の皆様にとりまして、 りりり多いい会議とななままますすよう最大限のおもててしに努めてまいります次に、宇都宮農業協同組合との包括連携協定についてでありますが、この包括連携協定は、本市と宇都宮農業協同組合が有する情報やネットワークなどの知的・人的資源を活用しながら、農業の生産振興や、 地域の活性化、安全安心の強化など、複数の施策、事業において、連携、協力に取り組むことにより、地方創生のさらなる推進を図り、持続的なちの実現を目指すものであります。協定の内容につきましては、農業王国、宇都宮の確立に向けた農業生産振興をはじめ、県内初となる災害時における救助物資,資 拠点の提供や JA、職員による見守り活動などに取り組むものでありますが、詳細につきましては、11月5日の月曜日に行います、協定締結の調印式におきまして、発表をさせていただきます。次に特殊詐欺被害防止協力店登録制度についてでありますが、 本制度の目的は、宇都宮、中央、東、南、警察署との連携により、スーパーマーケットなど、主に施設内に ATM が設置されている事業者にご協力いただき、特殊詐欺被害の未然防止を図るものであり、県内初の取り組みであります。登録いただいた事業者の主な取り組みといたしましては、店内放送などを活用した広報活動や、携帯電話で通話をしながら ATM を操作している来店者への 声掛けなどであります今後は制度の内容を市ホームページへ掲載するとともに、登録事業所の拡大に向けた制度の周知を行うなど、特殊詐欺の未然防止に取り組んでまいります。次に宇都宮市健康ポイント事業についてでありますが、 本事業は市民の健康寿命の延伸を図るため、健康づくりに取り組むきっかけを作り、継続していくことができるよう、スマートフォン用アプリ等を活用し、運動や検診の受診などの健康づくり活動に応じて、ポイントを付与する仕組みであります。9月末、事点におきまして、今年度の参加目標5000人を超える約7000人が参加しており、参加者の1日の平均歩数や、 自転車の平均走行距離や増加傾向、平均走行距離が増加傾向にあるとともに BMI が改善するなど多くの市民の皆様に健康づくりに取り組んでいただいております。今後は楽しみながら健康づくりを継続できるよう健康アップ健康ポイントアプリに歩数などのランキングを表示する機能や。 身近な人とグループを作成し、励まし合いながら健康づくりに取り組める機能を追加し、市民の皆様の積極的な健康づくりの推進に努めてまいります。以上でございます。